どれか一つだけ準備お願いします。こんにちは、深谷です。タオルを膝にしっかり挟みましょう。このまま足を上げてお尻を持ち上げます。お腹を使いながら内もも引き締めてます。タオルが抜けないようにしっかり内もも力入れておきましょう。だけど下っ腹力入れてお尻をグッと持ち上げていきましょう。ふう、ラスト1回 OK。 次このまま左右にねじります。ふう、左右にねじる。タオルが抜けないように内ももしっかり力入れておきましょう。呼吸を止めないようにして手とか肘をね、こうやって床についても OK です。腰に痛みがない範囲でねじれるところまでねじる。内ももの引き締めだけ忘れないようにしましょう。この次ちょっと休憩の種目です。ラスト左にねじります。よし、 OK。 膝を曲げたままこのままドローインしていきます。鼻から吸って限界までお腹を膨らませていきましょう。もうこれ以上膨らまないってところまでお腹を膨らませます。ゆっくり口から吐きましょう。お腹を潰すイメージですね。息を吐き切ってお腹をぐーっと潰す、へこませるイメージです。吐き切ったらもう一回吸って、限界まで吸って、最後10秒かけて吐き切ります。この次の種目もまだタオル挟んだままでいきますよ。タオルはずっと挟んだままです。よし、 OK。 このままお尻を持ち上げます。グッと、タオルは挟んだままお尻から持ち上げるイメージ。裏ももお尻使えてれば OK です。どうしてもねタオル抜けそうになると思うんですが、意識し続けましょう。裏ももお尻触って、あ、硬くなってる、力入ってるなって感覚あれば OK です。頑張ってお尻上げすぎると腰が反って痛くなっちゃいます。そこまで高く上げなくても裏ももお尻使えてればそれで OK です。この次の種目またちょっと休憩気味なので、あともう少し頑張りましょう。お尻、裏ももを意識してラスト1回ゆっくり上げていきましょう。お尻、裏ももです。 OK です。次はお尻床につけたまましっかり内もも引き締めておいて左右に振っていきます。タオルが抜けないように意識をしましょう。これできるだけね大きく左右に振りましょう。なるべくこう肩が浮かない方がいいと思います。肩はつけたまま左右に振っていきましょう。皆さん気づきましたかね。途中から一種目45秒に変わってます。これなんでかっていうと、僕の妻とかあと一般の方にちょっと試してもらって実験したんですけど、1種目30秒だとなんか正しいフォームでできた、あ、こんな感じかなって思った瞬間に30秒終わっちゃうんです。だからいろいろ実験した結果、本当は1分がいいんですけど、ズボラストレッチなので間を取って45秒でさせてもらいました。効果出すために頑張りましょう。 OK。 次は挟んだまま右にベチャーっと倒しちゃいます。もう外もも床につけて左手を斜め上万歳しましょう。スマホ右で持っておきましょう。この時もねタオルが抜けないようにしっかり内もも意識しておきましょう。どうしてもきついよって方はタオル外しちゃってもいいです。ただ、もうちょっとしたらタオル外すタイミング来るので、それまで一緒にタオル挟んで頑張りましょう。胸、脇腹、腰ストレッチしてます。外ももはベチャッと床につけちゃって大丈夫です。手はできる限り遠くに向かってぐーっと伸ばすとより効果的だと思います。呼吸は止めないようにして内ももをね力入れておきましょう。OK。 次逆いきます。タオル挟んだまま左に倒します。外ももベチャッと床につけちゃって右手を万歳です。スマホを左手で持っておきましょう。呼吸は止めないで内ももしっかり力入れておきましょう。自分でいろいろトレーニングとかストレッチやってみて思ったんですけど、内ももに力入れながらお腹周り種目やるってすごい効果的です。
めちゃめちゃお腹も力入りやすいし、なおかつ、内ももが弱い状態でお腹空いてるって僕結構理屈的に難しいと思います。ちょっとこれ全部説明すると大変なんで説明省きますけど、内ももとお腹は僕は連動してると思います。しっかりタオル抜けないようにね、意識をして呼吸止めないようにしましょう。 OK、 次は挟んだまま、タオル挟んだままぐっとお尻を上げます。腹筋力が入ってる状態、ここでキープです。きつい、タオル抜けないようにして下っ腹力入れてちょっとお尻持ち上げる。どうしてもきつい人、手をお尻の下に入れてずるしても OK です。左手はスマホ、右手はお尻の下、こんな感じでも OK です。ずるしてもいいので、お腹に力入ってる感じだけね、これだけ忘れないようにしましょう。あと呼吸も止めないようにして、もう限界だって人はサボってもいいし、タオル抜いてもいいです。ただもうちょっとだけ頑張りましょう。この次の種目でタオルやっと抜けます。頑張って、下っ腹お腹力入れてお尻は持ち上げる。ふー、オッケー。次足下げず、このままいきましょう。しっかり膝はタオル挟んだまま、足をクロス、足クロス、タオル抜けないようにですよ。なるべくお尻も浮かせて腹筋力入れておきましょう。ふう、きつい、タオルは抜けない、お尻は持ち上げとく、足はクロス、頑張りましょう。きつい人タオル抜いちゃってもいいです。でもこの種目終わったらもう次の種目からねタオル抜くので、これだけ頑張りましょう。一緒に、きつい、ゆっくりでも OK です。最後10秒サボっても OK。 この動画はね、最後まで頑張ることに意味があるので頑張りましょう。きつい、頑張って、腹筋は意識忘れずに。タオルが抜けそう、きつい、これで OK、 タオル抜きましょう。もう汗拭きタオルも使ってください。次は足伸ばして両手万歳、休憩ストレッチです。できる限りね、手は高く上げるとお腹伸びると思います。腰が痛い方は膝を曲げましょう。この万歳終わるときに僕合図しますので、特にスマホの画面ね見てなくても大丈夫です。できる限り手を遠くに万歳、スマホを持ったままでいいので手を遠くに万歳です。腰が反って痛い方はね、痛くない範囲で OK です。余裕がある方はね、こうやって足伸ばしてる方がより腹筋が伸びると思います。きついですね、もう僕もすでに汗だくです。 OK です。次はタオルはもう挟まない、置いておいてぐっと足を持ち上げます。お尻もちょっと床から浮いた状態でパタパターです。これは裏もも、ふくらはぎ使ってます。どっちかっていうと裏ももですね。かかとでお尻タッチするイメージです。かかとお尻つかなくてもいいですよ、イメージです。お尻にかかとタッチのイメージ、裏もも意識して、ここで触るとね、あ、使ってるなって感覚あると思います。だけど腹筋も力入れておきましょう。自分でこう一種目45秒にしておきながら、30秒と全然違う、この方が絶対効果出るんで一緒に頑張りましょう。きつい、次休憩ストレッチです。もうちょっと頑張りましょう。よし、 OK。 次は腰をねじります。左足を右こっちに持ってきます。左手を万歳です。左胸、背中、腰伸びてると思います。もうこの膝ね、左膝床につけちゃって OK です。この時は左肩浮いてても大丈夫です。体をねじるってことが目的です。余裕がある人はね、左手もっと遠くに向かってぐーっと伸ばしたりとか、もしくはねもうちょっと高めに伸ばしたりとか、伸びる位置が変わると思います。自分がうわ伸びるなって位置探してみましょう。呼吸はね止めないように意識を続けましょう。よし、 OK です。次逆です。右足を左にぐーっとねじっていきます。右膝床につけちゃいましょう。手を、右手を万歳です。
この動画ね、もしなんか全然余裕だよって方は 0.75 倍速、再生速度をね落としてやるときつくなったりします。逆にこんな長い動画時間ないよって方は 1.25 倍速、ちょっと再生速度早めるとね、時間が多少短くなるし負荷も減って楽ちんになると思います。手をね上げる位置か上げる角度変えてみたりして自分が伸びるなってところをね探してみましょう。この次自転車漕ぎいきますよ。 OK です。上向いてちょっとお尻を持ち上げた状態で自転車漕ぎいきましょう。ゆっくりでいいのでできる限り大きく回しましょう。で前もも使ってもいいんですけど、お腹とか股関節付け根意識して使えるようにしましょう。なるべく上に向かって大きく自転車漕ぎしましょう。きつい、どうしてもきつい人、お尻の下に手を入れてちょっとずるしてもね OK、 もしくは最後ねちょっとサボってもいいです。きつい、この次も休憩ストレッチなので安心してください。最後10秒だけ自転車漕ぎスピードアップして頑張りましょう。お腹、股関節付け根意識です。なるべく前もも使わないようにしましょう。よっしゃ、OK。休憩ストレッチ。膝曲げたまま左右に倒していきます。きつい。もうべちゃっとね、足倒しちゃってもいいし、もしくはね、こうやってちっちゃく動かしてもいいです。股関節動かしながら休憩、呼吸をね、整えてます。この時もね、余裕がある人はちょっと腹筋力入れておくといいと思います。ドローインっていうインナーマッスル使う種目、このね、お腹へこませる種目あるんですけど、日常生活でもお腹へこます癖つけておくとお腹痩せにはね、すごい効果的です。 OK、 次足パカです。よし、限界まで足パカ。ただお腹には効かしたいのでちょっとお尻を浮かせておきましょう。内ももが伸びてお腹使ってる感覚があれば OK。 腰が痛い方お尻の下に手を入れましょう。余裕があればね、膝を伸ばすといいと思います。内ももが伸びて下から使う感覚があれば OK です。この次の種目からうつ伏せになります。ちょっときついね、種目も入るんですけど、ちゃんと間に休憩があるので安心してください。ちょっときつい方は最後の10秒休憩してももちろん大丈夫です。呼吸だけ止めない、しっかりお腹は意識し続けましょう。 OK、 うつ伏せになります。よし、こんな感じでかかとをお尻にタッチするイメージでパタパタしていきましょう。さっきね、こうお腹とか、股関節付け根とか前面の筋肉使ったので、次は裏面、裏ももの筋肉を使ってます。バランス取るためには表裏両方使うことが大切です。こうやって手を裏もも添えると使ってる、動いてるなって感覚があるんじゃないかなと思います。できる限りね、かかとをしっかりお尻に近づけると効果的です。呼吸は止めないようにして、あんまり肩力入れすぎないようにしましょう。よし、 OK。 次は手を耳の横あたりについてぐっと上半身を起こします。お腹のストレッチです。どうしてもね、これ反っちゃって腰が痛いよって人はこんな感じでちょっと顎を上に持ち上げる、これでも腹筋伸びると思います。もしくはね、腰が痛くないけどどうしても背中に効いちゃうよって方は、背中が硬すぎだと思います。昨日ちょうど背中の投稿してるので概要欄に貼っておきますので、ぜひその背中のストレッチとね合わせてやってあげると良いと思います。余裕がある人はしっかり反らせる、さらに上を向くと伸びてきます。腰が痛い方は無理しないようにしましょう。お腹が伸びてれば OK、呼吸は止めないようにしましょう。 OK です。次、プランクいきます。
よし、頭からかかとまで水平意識しましょう。ちょっとお腹に意識して、お腹を意識してグッとね、お腹へこませておくイメージだと腹筋に効きやすいです。めっちゃきつい。これプランクの時に肩が痛いって方いるんですけど、この肘がこうやって前に行っちゃうと肩がきついです。肩のね、真下に肘をつくようにするとちゃんとお腹に効くと思います。めっちゃきつい。腰が反っちゃうと痛くなっちゃうので、腹筋ね、力入れて軽く腰丸めるイメージの方が腹筋に効きます。ラスト10秒頑張りましょう。この次はちゃんと休憩の種目です。もうちょっと頑張りましょう。よし、 OK。 さっきと同じパタパタ、裏もも使いながら休憩です。本当にね、スピードとか重要じゃないので、ゆっくり裏もも意識しながらパタパタと休憩も兼ねてね、やっていきましょう。そしてすいません、最近ずっと封印してたですね、マウンテンクライマーっていう種目をですね、こうマンションとかでもできるようにアレンジをして組み込んでしまいました。この次がマウンテンクライマーです。ちゃんとね、マンションの方もできるので安心してください。で、僕と同じペースじゃなくても大丈夫です。ゆっくりでもいいので、ぜひマウンテンクライマー一緒にチャレンジしてみましょう。 OK、 こんな感じ、四つん這い、こんな感じになって片足ずつ上げていく。上げた時にグッと腹筋意識する。上げた時に腹筋意識、グッと片足ずつ上げる。なるべくね、腰を丸めておくと腹筋に効きます。で、手はやっぱりこの肩の真下についておくといいと思います。あんまりね、前の方に手ついちゃうとすごい肩が辛くなります。で、一軒家とかでね、全然騒音気にしなくていい人は一緒にリズムよく頑張りましょう。きつい、めっちゃきつい。頑張って、あと少し腹筋意識して、なるべく腰は丸めましょう。頑張って、よしよしよし、 OK。 最後は耳の横に手をついてぐーっと反らして腹筋ストレッチしておしまいです。使った後はね、最後にストレッチやると疲労もたまりづらいし効果が出やすくなります。毎回お伝えしてるんですけど、ズボラストレッチ毎日やる必要もないです。ね、どれぐらいで痩せますかって聞かれるんですけど、早く痩せたい人は朝昼晩30分ずつぐらいやりましょう。そしたら2週間ぐらいで効果出てきます。ただお仕事とかね、学校があって現実的じゃないと思うので、僕は1日1回とかね、2日に1回ぐらいでも十分じゃないかなと思います。あくまでズボラストレッチは目的は習慣化です。ストレッチの習慣化なので、自分がね、習慣化しやすいペース探してみましょう。 OK です。お疲れ様でした。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。12月末まで限定無料メンバー登録でプレゼントがあります。